ポップアイはイスラエルの空対地ミサイル。アメリカ合衆国ではエイジム -142 ハブナップとして採用された。イスラエルのラファエル・アドバンスド・ディフェンス・システムズが開発したミサイル。大型の地上目標へのスタンドオフ攻撃に使用される。航空機から発射後は単弾式固体燃料ロケットを動力に完成誘導で飛行。終端誘導は 赤外線画像方式か TB 画像方式で行われる。また、発射機からデータリンクにより誘導することもできる。弾頭は重量 340kg の爆風、破片式弾頭と重量 360kg の鉄鋼弾頭の2種類が存在する。基本的には様々な航空機との互換性を持つ。アメリカ空軍では主に B-52H 戦略爆撃機に搭載され、地上の大型固定目標への精密爆撃に使用されている。他の採用国では、韓国空軍の KF-16 戦闘機に、トルコ空軍の K-4A2020、e、ターミネーターに、オーストラリア空軍の F-111、戦闘爆撃機の電子機器能力、工場計画回収機に搭載されている。また、 イスラエル国防軍では、航空機用だけでなく、潜水艦発射式核、弾頭搭載型巡航ミサイルへと改造、運用していると見られている。運用開始後も信頼性向上、コスト削減のために改良が重ねられており、飛翔翼やロケットエンジン、制御システムの新型コンポーネントへの換装が行われている。ちなみに、湾岸戦争では、実戦で使用可能だったが、 砂漠の嵐作戦では使用されなかった。これはイスラエルが設計したミサイルをイスラム世界のイラクに使用することを問題とした政治的配慮であると言われている。エイジム -142 ありがとうございます。